やってきました、名倉。こちらね、焼きそば、お好み焼き、定食、名倉さんでございます。ランチタイムはね、11時から2時半まで、定休日は第2第4の土曜日と日曜日が休みです。結構ね、もうね、11時オープンですけどね、もうね、オープンしてすぐね、車が結構いっぱい入ってますね。それでは行ってきます。うまそうな匂いがする。はい、焼きそば名倉。いや、めちゃくちゃうまそうな匂いがする。行ってきます。まあ、店内はね、こんな感じの雰囲気になってます。小上がりのね、お座敷に上がらせてもらいました。メニューはね、はい、お好み焼きが500円から、うどんもあるね、焼きうどん、そば飯いいね、そば飯もいいね、焼きそば、焼きそば大盛り、名倉スペシャル、焼きそばおすすめのお好み焼きってぐるっと巻いた、あー、名倉スペシャルって広島焼きみたいな感じね。これ行こう、お一人様チャレンジメニュー、特盛定食、メガ富士定食1500円だって、生姜焼き定食もあるんだ、これ行っちゃおうかな、お一人様チャレンジメニュー、せっかくなんでね。すいません、あの、すいません、お姉さん、はい、このメガ富士ってどのくらいあるんですか？1人前4倍になります。4玉、はい、焼きそばが、はい、特盛りは3玉、2.5 です。2.5、はい、で、定食っていうのは何がつくんですか？ご飯とお味噌汁とお汁が、わかりました。あの、メガ富士でお願いします。定食じゃないやつ、はい、定食じゃなくて、単品の方のメガですね。はい、お願いします。はい、すごいね、これメガ富士頼みました。麺4玉分。さらにご飯と味噌汁っていうとね、ちょっときついかもしれないんでね、メガ富士にしました。楽しみです。これがね、メガ富士、わかるかな、この厚さ。じゃあ、いただきます。あ、キャベツだけだと思ったらね、肉もね、たっぷり入ってます。ここのね、名倉さんの焼きそばはね、独特でね、味はね、いやいや若干濃い口ね、まあ、濃い口でね、野菜たっぷり、まあ濃い口だからね、定食にしてね、ご飯のおかずになると思います。まあさすがに4玉、なかなか減らないね。メガ富士です。まあお客さん結構来ますね。予約のテイクアウトのお客さんも多いです。結構みんな定食頼んでるんですけど、定食頼むね、理由がわかります。結構濃いです。焼きそば単品だとね、結構濃いですね。ちょっと白いご飯が欲しくなります。この焼きそばソースがね、このソースの味が独特、なんか焼肉のタレみたいなね、味のソースなんですね。さすがメガ富士4玉、かなりお腹溜まってきました。はい、完食、ごちそうさせた。いや、すごかった。いや、ほんとにやばいっぽい。いや、そば好きにはメガ富士1250円、そばね、4玉分。いや、多かった。次回は
焼きそば定食にして、ご飯と一緒にね、食べたらね、白いご飯に本当に合いそうだったんで、次回は定食で食べたいと思います。はい、本日はね、静岡県磐田市にありますね、焼きそばの名倉さんからでした。バイバイ。